こんにちは、ドクターネックスです。さあ、3500万ダウンロード記念ということで、パックが来てます。買っていきましょう。もうさあ、アイゼンこういうのに出すぎだからね。マジ俺のあの努力を何だと思ってるのかと。しかも今回ね、ちょっとひどいんですよね。全然ね、ユーザーの目線になってない感じの。キャラはね、いいキャラがほとんどいない。その、古いやつに至っては、心月島とかね。これが地の月島だったらさ、欲しい人もたくさんいるのにさ、心月島って。もう俺、この中で持ってないの、当選だけ。15分の1の当たりの確率だけど、とても引ける自信はない。まあ、行ってみましょう。よいしょ。お、星5!いや、当たり前です。すぐにその思いは、最初からなかったことになるから。もう何枚目だ、こいつ。こいつも最初はね、3、4万課金して、ゲットしたキャラでしたけどね。ひどいね、これね。こいつ、こいつレベルまで、さらに1、2、3、4、5、6。もうこの星5もレベル前にできるよね。でもまだ余るよね。いやー、ないわー。リンクにも使えないっていう。ついでにアクセサリーバッグも買っていってしまいましょう。正直、やってる人でもこっちの方が嬉しいっていう人の方が多いんじゃないかな。まあでもですね、結局、金アクセは、パーセンテージ変わんないですからね。さあ。何が出るかな、何が出るかな。さあ行ってみましょう。はいはい。というわけで、まあそんな甘くねえよというところですかね。やれやれだぜ。あとは、ま、ついでに、今後のアップデート情報として、攻撃ボタンの追加。要は赤攻撃か青攻撃かっていうのが、キャラクター詳細でわかるようになります。というところですね。あとは、共闘の時に他のプレイヤーのエフェクトを非表示にする。これによって、重いっていう感じてる人たちに対して、軽くなるという保証ですね。そして、ネギ姫。これが星5で来るのかなと思ったら、星4できましたね。まだ手に入れてないんで、これから手に入れたいと思います。今回はここまでです。以上、ドクターネックスでした。お疲れ様でした。